明日の洗濯天気予報です。まずは天気分布予想で今後のお天気をご確認ください。西日本や東日本は多くの地域で晴れの予想です。晴れて穏やかな天気のところが多くなります。ただ関東南部は午前を中心に雲が広がり、沿岸ではにわか雨に注意が必要です。日本海側は雨や一部雪の可能性もあるものの、午後は次第に天気が回復し日差しが優勢になります。お洗濯情報アイコンで確認していきますと、全国で OK の予想となっています。北陸や東北、日本海側、北海道は午前中雨や雪に注意が必要ですので、洗濯物の外干しは午後の方がおすすめです。西日本、東日本は穏やかな天気のところが多く、空気もカラッとしているので洗濯物よく乾きそうです。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。以上、明日の洗濯天気予報をお伝えしました。